お兄ちゃん、ちょっといいかな。結婚は決まったから報告したいんだけど。お、ついにお前も結婚するのか。結婚はいいぞ。どんなに大変な仕事でも家族がいると頑張れるからな。私もお兄ちゃんたちみたいに支え合える夫婦になりたいと思ってるよ。それでね、今度お兄ちゃんたちに彼を紹介しておきたいんだ。今度のお休みの日って空いてるかな？空いてるっちゃ空いてるが、その前にまずはその男の年齢を聞こうか。それと働いてる会社名も教えてくれ。え？俺は今年から一流企業に転職したの知ってるよな。だからそんな俺に見合う男なのか知りたいんだよ。転職のことならお母さんから聞いてるよ。確か有名証券企業に転職したんだよね。ああ、そして転職後の俺は今や年収2000万。時給だと1万円だぞ。そんな俺が会うだけの価値がある男だったら休日の予定を空けてやる。はあ？価値のある男ならって彼に失礼でしょ？兄が妹の婚約者に会うのは当然。変なことを言ってないで予定を空けておいてよね。何言ってるんだ？いくら妹の婚約者だとしても価値のない男には俺は会わないぞ。それが一般企業に勤める男ってやつだからな。何ですって？いいか、一流企業に勤める男は二流三流には合わないんだ。格下の奴らに会う時間は俺にはないんだよ。分かったわよ。一流ならそれでいいんでしょ。それなら私の婚約者は超一流だから安心して。ご実家の農家を継いだ人なのよ。は？しかもそこで育てている野菜はとにかく美味しくて最高よ。わざわざ彼の野菜を買いたいって人がいるくらい農業界では超一流の人なんだから。おい、嘘だろ。たかが農家が超一流って。おい、彩香、お前の頭には泥でも詰まってんのか？どういう意味よ。農家なんて底辺一次産業だろ。そんな仕事をしてる奴が超一流なわけないだろうが。しかもとにかく美味しい野菜を作れるからって。そんなの何の自慢にもならないって。何ですって？どこの中小企業勤めの男かと思っていたが、まさかそれ以下の底辺農家と結婚するとはな。可愛い妹が貧乏農家へ嫁ぐのは悲しいが、妹の人生を否定しないよ。どうか毎日泥だらけになりながら頑張ってくれ。じゃあ、猪木さんから話は聞いたよ。農家の人と結婚するんだってね。はい、でも兄はそれが気に入らないみたいで。すみません、ジュギさん、とにかく私たちの間に入ってくれませんか？私が？お兄ちゃんの偏見には超ムカつくんですけど。でもこのまま紹介もせずに結婚ってわけにもいかないじゃないですか。彼に貧乏農業には会いたくないって言われた。なんて言えないし。だからここはジュギさんの力でどうにか助けてください。紹介って言っても兄夫婦とちょっとお食事をするだけですから。ごめんね、ゆくちゃん。そのお願いはちょっと難しいわ。そんな、もちろん食事代は私たちが出しますよ。そういう問題じゃなくて、私も貧乏農家には会いたくないの。悪いけど、兄夫婦との食事会は諦めてくれないかしら。え？お兄ちゃんだけじゃなくて、ジュギさんも彼を認めてくれないんですか？結婚反対してるわけじゃないの。ただ彩香ちゃんの婚約者さんと私たちにはどう考えても格差がありすぎるっていうか。私もひろきさんも底辺と同じ空気を吸いたくないのよね。え？ひろきさんは転職に成功して年収2000万。私はもともと大企業勤めで、ついに部長に昇進することが決まったの。つまり私たちは2人とも大企業勤めのパワーカップルってやつなんよ。そんな私たちと地方での田舎農家なんて、いくら義理の家族とはいえ底辺と仲良くするなんてできないわ。ちょっと待ってください。底辺って私と彼のことを言っているんですか？それ以外に誰がいるかしら。今の言葉を早急に取り消してください。貧乏農家に田舎農家、その底辺って、さっきからなんてひどい言葉を使うんですか。私にも彼にも失礼です。失礼だと言っても事実よね。逆に聞くけど、農家の年収は一体いくらなの？たかが野菜を育てているだけで世の中を支えてるとでも。はあ、私もひろきさんも一流企業に勤めて世の中を支えてあげているの。そして夫婦ともに年収1000万超えだし、経済をバッチリ回してあげてるんだから。
だから自分たちは偉いとでも、農家だって世の中の役に立っていますし、経済だって回していますよ。たかが一区100円の弱小経済と一緒にしないでくれる？こっちは億単位のお金を動かしているんだから。どうやっても私たちを下に見ていたいようですね。まさかチェギさんもお兄ちゃんと同じ考えだったなんて。もういいです。そこまで言うなら彼に会わなくてもいいですよ。彼のことは紹介なんてしませんから。うん、それで結構です。でも結婚式にだけはちゃんと出席してくださいよ。彼には適当にごまかしておきますが、さすがに兄夫婦が式も欠席となるとごまかせませんから。はいはい、面倒だけどさすがに結婚式は出てあげるわよ。今後は観光総裁とか最低限の交流だけはしてあげるわね。チェリさん、今どこですか？もうすぐ式も始まるのに現れないし、兄とは連絡もつかないし、何かトラブルでもありましたか？ごめんね、ゆかちゃん。トラブルなんてものはないし、実は式場の前までは来ているのよ。それなら早く入ってきてくださいよ。受付を済ませたらすぐに席を案内しますから。彼も兄夫婦に早く挨拶したいって待っているんです。じゃあ彼にはこう伝えてくれる？兄夫婦は欠席することになった。だね。え？直前で悪いけど、私たちは今日の式を欠席することにしたわ。このまままっすぐ新幹線に乗って帰るから。ちょっと待ってください。式場の近くまで来ているのに帰るってどういうことですか？まさか農家夫婦の式には出席する価値もないとでも言うつもりですか？よくわかったわね。実はその通りなの。何ですって？あなたたちのためにスケジュールを調整してきてあげたけど、とんでもない田舎で挙式するし、式場も古臭くて洗練された都会暮らしの私たちの好みじゃないし、こんなところに数時間もいたら具合が悪くなりそうだわ。そんな理由で妹夫婦の結婚式を欠席って恥ずかしいと思わないんですか？あなたたちこそ恥ずかしいと思わないの？こんなテレビの結婚式に一流の兄夫婦たちを呼ぶなんて。おかげでご祝儀を渡す気も消え失せたわ。彩香ちゃんたち貧乏農家夫婦には私たちのご祝儀は渡せないんだから。は？一応二人でちゃんとご祝儀を包んで持ってきたの。でもこれって私たちが汗水流して働いたお金でしょ。それをこんな田舎の貧乏人に渡すなんて悔しくて仕方がないわ。ご祝儀はお祝いの気持ちですから強制なんてしていません。でも一流企業勤めの兄夫婦はそんな気持ちも懐の余裕もないんですね。文句はしないでほしいんだけど、別にケチっているわけじゃないの。ただ夫婦で頑張って働いて稼いだお金だからね。価値のない人たちにそれを渡すのは気に入らないのよ。つまり私たち妹夫婦には兄夫婦からのご祝儀を受け取る価値がないと。うん、泥臭い貧乏農家の妹夫婦にはね、せめてご祝儀をおしゃれで幸せな使い方してほしいけど、泥だらけ幸運気を買うお金になるかもしれないじゃない。せっかくのご祝儀はそんなものに消えるって考えると渡す気も失せるのよ。なるほど、そういうことですか。というわけで私たちはこれで失礼します。貧乏農家へのご祝儀なんて無駄。価値のない人たちの結婚しか欠席するわ。絶対来ないでくださいね。行くかよ。せっかくだし田舎観光でもして帰ります。と言っても田舎すぎて観光するところもないんだった。あんた、こんな田舎で一生終えるなんて農家の人はかわいそうね。彩香ちゃんもきっとすぐに農家へ嫁いだことを後悔するわ。次はあなたの勤め先ですけどね。え？私は好きな人と一緒にいれて、その人と美味しいものが作れたらそれだけで幸せです。でもそんな感性もないジュギさんにはとても暇な毎日でしょうね。後悔しても遅いでしょうが、どうぞ頑張ってください。ちょっと今のどういうことよ。私の移動先ですって。どうせすぐに分かりますよ。それじゃ式が始まるのでこれで失礼します。どうぞ気をつけて兄とお帰りくださいね。ちょっと彩香ちゃん、これってどういうことなの？今会社から急ぎの連絡あって、社長直々に私移動
護命令が出たって。しかもこのトイレ中にたった一人で。それはおめでとうございます。もしそのまま本社に戻れなかったら一生ど田舎で終えるかもしれませんね。ふざけないで説明して。あやかちゃんが言っていたことが本当に起きたのよ。私の会社一体何をしたのよ。いきなり社長命令で移動なんておかしすぎるわ。私はただ式に来ていただいた社長さんにお話ししただけです。お宅の営業部長は農業の価値を分かっていないようですね。どこかで勉強させた方がいいんじゃないですかって。そしてとっととお引き取りくださいとお願いしたんです。え、社長が式に来ていたですって。しかもあやかちゃんたちのこの式に。はい。何を言っているのよ。うちの会社は超一流企業なのよ。その会社の社長がこんな田舎の農家の結婚式に来るなんて。びっくりしますよね。でも招待してもいないのにご祝儀を持って駆けつけてくれたんです。なんですって。実は夫の野菜をおろしてほしいと長年誘われているんです。でも彼がなかなか首を縦に振らなくて、そしたら社長自らわざわざ今日の結婚式にご祝儀を持ってきたんですよ。仕事は抜きにおめでたいことは祝うものですからってね。これには夫もさすがに心を打たれたみたいで、どうにか席を用意できないかスタッフにお願いしていたところでした。なのにまさかその会社の社員から真逆のことをされるとは。これには夫もがっかりしていましたよ。あの、あやかちゃん、私の名前とかまだ社長には伝えていますよ。もちろん伝えています。その上で社長にはお帰りいただきました。なんですって。もしかしたら帰りの新幹線でお会いになるかもしれませんね。ではこれで私は失礼します。おい、どういうことだ。あやか、お前の旦那、俺の会社に資産を数千万も預けていたのか。なんでそんな大事なことを俺に言ってくれなかったんだ。え、何のこと。皆さん、会社に呼び出されたんだよ。お前の旦那が資産数千万を全て引き上げて別の証券会社に移ったって。失礼な社員がいる会社に大金を任せられないって、わざわざ俺を名指しにしてたってな。それがまさかお前の旦那なんて一体どういうことなんだよ。ちょっと待ってよ、そんなこと私に急に言われても困るわ。妻とはいえ彼がどこの証券会社にいくら預けているかなんて知らないし。なら今すぐ聞いてこい。ついでにどうして貧乏農家がそんな大金を持っているのかもな。例の農家が数千万もの資産があるなんておかしいだろ。別におかしくないでしょ。農家だって資産を持っていてもいいし、大体私たちが貧乏農家なんて一体誰が決めつけたのよ。こっちたら年商10億農家なんだから。はぁ、年商10億だと。ただ農家がそんなに儲けられるわけないだろうが。適当なこと言ってんじゃねえぞ。そっちこそ偏見で適当なこと言ってんじゃないわよ。彼は従業員を雇って大々的に農業をやっているの。自社商品も開発しているし、ブランド化に成功して売り上げは好調。そんな彼が年商10億を叩き出すのは当然じゃない。嘘だろ。それじゃ年商10億っていうのは本当なのか。もちろん資産数千万もあるってこともね。彼が自分のお金をどこにどう預けようが彼のかって、お兄ちゃんのために聞いてなんてあげないから。え、それとも今後は私たちに連絡してこないでちょうだい。私の夫に敬意を持てない人たちなんてもう知らない。観光総裁どころか二度と関わらないでよね。この度は大変申し訳ありませんでした。まさか彩香ちゃんの旦那さんが社長自ら動いていた新規契約先だったとは。そんなことも知らずに無礼な態度を取ってしまいすみませんでした。謝罪は結構です。私と夫はそちらの新規契約先ではありません。契約直前で全て白紙に戻させてもらいましたので。それをどうかもう一度考え直してくれませんか。社長は新規事業にどうしてもそちらの野菜を使いたいとのことでして、このままでは私はクビになってしまいます。そうですか。で、それが何か。え、ジュリさんがクビになろうが私たちには関係のないことですので。そんな冷たいこと言わずに考え直してください。私はあやかちゃんのお兄さんの嫁なのよ。義理の姉がクビなんてあやかちゃんも気まずいでしょ。え、全然。え、それに鍵に夫が考え直して契約したとして、それでもジュギさんはクビになってしまうと思いますよ。それが条件なら再契約してもいいと夫が言っていましたから。へえー、
それだけあなたは私の夫を怒らせたんです。夫は農業は稼げないとバカにされないよう頑張ってきたし、地道にコツコツと積み上げて従業員も雇えるまで会社を成長させました。ずっと隣で見ていたからこそ私も彼の苦労を知っています。そんな彼の苦労をバカにしたんですから、当然の報いだとしか思えません。だからその今までの無礼については謝れば、本当に申し訳ないと思っているし、なんだったら土下座もしてあげる。土下座もしてあげる？その時点で未だに私たちを下に見てるかがわかります。どうせ内心ではなぜ謝らなきゃいけないのかと思っていますよね。そんなことないわ。たかが野菜、たかが一次産業とバカにしているのが丸わかりです。でもその一次産業がなかったら二次産業も三次産業もないんですよ。野菜は食卓の基本、生きていく上の基本です。美味しい野菜が低価格でどこにでもあるのは農家のおかげ。そんなことも知らない人とは関わりたくありません。違うの、あやかちゃん。その、決して農家をバカにしているとかじゃなくてね。言い訳はいくらでもどうぞ。でも私たちは絶対に許しません。では、これで失礼します。その後すぐにジギさんは社長命令による単独研修という形で、近所の農家に1ヶ月ほど滞在していたようです。しかし1週間ほどで値を上げて本社に戻ると、そのまま退職届を出してしまったとか。受け入れてくれた農家さん曰く、土汚れごときで泣き出して使い物にならなかったとのことです。そして兄はというと、会社の上司から、損害を出した分利益を出せと転職1年目にして周りの10倍ほどのノルマを言い渡されてしまったと聞いています。毎日会社に泊まり込んで仕事を頑張っているようですが、なかなか結果が出ずにストレスで体重が10キロも減ってしまったんだとか。結果が出ない分、同僚たちにそのしわ寄せが言っているようで、どれだけ痩せようが頑張って仕事しようが、社内外から冷たい視線を浴びる日々を送っているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。